他者が放屁した音です。この敵様か。少しはジャン。いただき、やっほーい、やっほーい。うずうずしてんのか。そうなんですか。なわけねえだろ。じゃあやめろ二人。ザのルール対決だ。眠らせねえ。何なんだ。そう、目的は危機感のない状況でいかに危機意識を持続させうるかという。少なくとも命を粗末にするためじゃねえな。だと言っていいこと悪いことがあるぞ。いいアルミ、食事中の雑談だから。お前やめなよ。やっぱりトカゲ捕まえてきましょう。きっと気持ちもほぐそう、何ミカサ苦労したみたいね。中に入れてくれねえかな。きっと特別なご馳走が用意されてますね。そうならないように私も行く。クリスタたちをほっとけないよ。捜索の目は多い方が効率がいい。お前ら、俺たちも行く。天気は回復傾向みたいだ。行けると思う。食料持ってきました。みんな、マジかよ。ついに。おいおい、あいつらがやんのか。夢のカードが。どっちだ。やっぱり兄かな。はバカが。俺はミカサに晩飯全部だ。なんで今あの時を思い出す。まさかこれが走馬灯ってやつ。久しぶりです。なんだよ、みんな揃ってんのか。しませんよ、多分。あ、が。おかえり。あれ、巻き割りしてたの。なんだか訓練兵の時に戻ったみたいですね。おい、てめえこら。返せよ。おい、貴重な食料なんだから。いもんな、てめえ、いい加減にしろ。俺だ。あっちから誰か来ます。複数います。というわけで我々は自由の身だ。兵長、みんな長、天井が危ない。下がれ。できたことあったがよ。初めてってわけじゃねえだろ、こんなの。別に慣れたかねえんですけどね。私がエレンを。多分気使ってる余裕ねえから。もう逃げられない。じゃあ何もせずに好きな方を選べ。エレン、無事だったか。おかげでみんな助かりました。はい、先生の記憶じゃなくて本当にエレンが。だと思うんだが。頭をどこかにぶつけてみては。そうだぞお前。くそげ。マルロはバカなの。こいつはおかっぱ野郎ですね。なんだよ、マルロは間違ってないだろ。分かったろ。サシャ、その肉はジャンだ。コニー、早くサシャを落として。やってる。これでいいか。やっと力尽きた。調子がね、カイドシ野郎。てめえこそなんで髪伸ばしてんだ、この勘違い野郎。顔以外にしとけよ。止めなくていいの。なんで誰も止めてくれね。冗談だって。そうだろミカサ。俺にはできる。いや、俺たちならできる。なぜなら俺たちは生まれた時からみんな特別で自由だからだ。者であるライナーとベルトルトを殺さなければ。もしかしたらあの中にエレンの、エレンの家が。サシャ、コニーを少し殴る。気づいた。奴の弱点を炙り出して。
ない。なあ、もうお前そろそろ黙れ。エレンとミカサを止めるわけでもなく。ハンジ、毒かもしれねえから。ずっとそう信じて、俺たち自由になれるのか。サシャ寝ないで。なんだよこの料理。これ食えんのか。生臭そう。あれが本腰を入れれば。これなら体も鍛えられるし、島の開発も進むって。からの回答を待つしかないからな。ヒーズルを介して世界との対話を図るんだ。お前ら図体ばかりでかくなりやがって。船であり続けることを望んでいる。それが国々の団。俺の巨人の継承者私が引き継ぐ。俺だ。まず俺はエレンよりはるかに頭がいい。の巨人は俺が継ぐからな。よだきえな。もう私が継ぎますよ。俺はお前らに継承させるつもりはない。お前らが大事だからだ。他の誰よりも。だから長生きしてほしい。はあ、てめえ何赤くなったんだ。民の振り幸せ名前か。俺も一つください。俺もお前らもこれ食ってみろよ。エレン、エレンも食べて。アイスか。待て。俺が死んだ後もずっとあいつらの人生は続く。ずっと幸せに生きていけるように。しっかりしろ。おい。サシャが死んだ。エレンを助けたいの。助けたい。あらして、この島を守ることができる。俺はまだ奴に死んでほしくねえ。ああ、このまま死なれたらあいつをぶん殴れねえしな。思想のみ。ために壁外人類を犠牲にした。この大虐殺の恩恵を受けるのは俺たち。